Wings two over the top just for good measure, and he's got him hurt. He's got him hurt. はい、こんにちは。今回はハードパンチャー同士の戦いを紹介したいと思います。戦績がすごいボクサー同士の対決は非常に盛り上がるのです。まずは45戦全勝カルロス・ファラテ対29戦全勝のアルフォンソ・ファモラの一戦からご覧ください。両者メキシカン、ともにクーヨ・エルナンデスの門下生なのです。両者赤のトランクスですが、白のラインが入っている方がカルロス・ファラテです。ファラテの方が先にデビューしましたが、サモラはアマチュア界のエリートで先に世界チャンピオンになりました。若干20歳というバンタム級史上最年少記録での王座獲得だったのです。一方カルロス・ファラテは40戦目にして世界初挑戦し WBC 世界バンタム級王者となり、世界王者同士がノンタイトルながら激突となったのです。1ラウンドから激しい打ち合いとなりますが、3ラウンド頃から2人の防御の技術の差が出始めます。3ラウンドにダウンを奪ったファラテは4ラウンドに決めにかかります。サモラを KO で破ったファラテは、その後も倒しまくって55戦全勝 53KO まで勝ち進みます。そんなファラテに立ち下がったのは、1階級上の25連続 KO 中のウィルフレッド・ゴルフ。驚異的な戦績の両者の対決は、世界から注目された一戦です。戦前の予想では、55戦全勝のファラテが有利でした。しかし、ファラテは減量を失敗し、序盤で決めようとするのですが、ゴメスはうまく距離を保ってカウンターを狙います。5ラウンドにダウンを奪ったゴメスはこの5ラウンドで決めようと襲いかかってきます。ゴメスの左フックは強烈です。29戦全勝 27KO のパンチ力抜群のジュリアン・ジャクソンが、これまた全勝のマイク・マッカラムに挑んだ一戦です。試合はあっけなく2ラウンドで決まってしまいます。両者同系色のトランクスですが、赤のベルトラインが入っていて奇抜なヘアスタイルがジュリアン・ジャクソンです。ジャクソンはパンチ力が抜群で、ここまで一発のパンチでなぎ倒してきました。一方マッカラムはアマチュアでオリンピックの経験があるだけにテクニック抜群です。マッカラムは定石通り左ジャブで距離を取り、ジャクソンにパンチを当てさせません。マッカラムは防御の後すぐに攻撃に移ることができます。この日もジャクソンのパンチを恐れず攻防一体のボクシングをするのです。マッカラムはジャクソンとは違って長距離でも強いパンチを当てることができます。マッカラムの異名はボディースナッチャーです。この日も丁寧にボディーブローを刻んでいくのです。マッカラムは接近戦になっても慌てずに空いてる場所を探してパンチを打ちます。また打ち込みたい場所の逆を打ってガードをこじ上げてからパンチを打ち込みます。次に紹介するのは
マイク・タイソン対フランク・ブルーノです。両者は7年前に戦っており、その時はタイソンが5ラウンドで仕留めました。今回はブルーノが WBC 世界ヘビー級王者でタイソンの挑戦を迎え撃つ立場となりました。タイソンは7年前のブルーノ戦以降、以前のような圧倒的な強さがなくなりつつあります。また、服役のため4年間ブランクを作っております。このブルーノ戦は復帰後3戦目の戦いです。世界中がタイソンの久しぶりの世界戦を見たかったので、なんと97の国で放送されたのです。試合は1ラウンドからタイソンが10センチ以上大きなブルーノの懐に飛び込んで、打ち合いを挑んでいくのです。最後は25戦全勝 25KO のジョン・ムガビと歴代ミドル級最強と呼ばれているマービン・ハグラーの一騎打ちです。クレバーなハグラーが打ち合いに転ずるシーンは見応え十分です。そんな死闘の幕切れは11ラウンドになってきます。4ラウンドまではムガビのペースでしたが、中盤からハグラーが盛り返してきます。6ラウンドにムガビのアッパーが入ったのですが、ハグラーは平気でした。この時、ムガビは驚き、動揺したと試合後の談話にありました。それまで全てのボクサーはムガビのアッパーが顎に入れば倒れていたのです。第9ラウンドにハグラーはジャブを多用します。ムガビはこの後も試合を重ね50戦しますが、対戦相手で一番のジャブの名手にハグラーの名を挙げていました。また、スキル、スマートさ、総合でもハグラーがベストだと公言しております。